さて、行ってみますか。はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はドラゴンクエストビルダーズ、アレフガルドを復活せよ、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。ラダトーム編続きからですね。でね、ちょっとね、撮ってる時には気づかなかったところなんですが、前回ね、まあ、姫様、元に戻して、石になっていたお姫様がね、石化を解くことができましたということで、なんか竜王軍バトルのマーク出てるんですが、その前にちょっとね、周りをね、浄化して少しね、綺麗にしてみたいかなということをね、ちょっとやっていこうと思います。で、それをしながら少し話そうと思っていることがあって、っていうのも、なんかね、最近 iPad の調子が悪くて、ですね、僕が、ゲーム内の音声がね、二重になってしまっているというか、そういうのがね、時たま起きてるんですよね。なので、前回というか、何回前かな ?2 回前ぐらいのやつかな、もうそうなっていて、ちょい邪魔すんなよ。ちょっと聞きづらい、感じの動画になっちゃってたので、まぁ、ちょっとその辺ね、すみませんと。でね、ちょっとなんでなってるかが全然原因がわかんなくて、場合によってはね、買い替えないとどうにもならないのかもしれないんだけど、一旦ね、再起動というか、電源オフにして、オンにしてとかやったら、治った時があったので、まあ、今回ちゃんと撮れてるかはね、撮ってみて、聞いてみるまで本当わかんないんだけど、やっぱ、iPad ちょっと古くなってきてるのかなという、気がしていて、まあ、その辺の話をね、少し雑談というか、したかったので、まあ、今回はね、ちょっと大地の浄化会とさせてくださいって感じですね。でね、ちょっとね、そうなってくるとね、どうするかなっていう。仮にね、ちょっと、電源オフにして再起動して、一旦は治ったとしても、またいつなるかわからないっていうところはあるし、かといってな、あーしまった、1マスだけ残っちゃうと、ちょっと尺だから使うかもったいない。すごいもったいないやり方になっちゃった。ってことで、まぁ、ちょっとね、今回のやつが、ほんと音どうなってるかですね。気になるのは。そんなわけで、まぁ、少しね、様子を見ながら、今回は、大地を、浄化していきたいかなと、思います。まあ、バトル、竜王軍バトルをしてね、まずはまだ拠点も用意できてないわけだし、サクサク進めた方が、本当はいいんだろうけど、まあそういう都合もあり、ちょっとね、今回は浄化会にしようかなと。まあ実際ね、ちょっと音が二重になっちゃうとね、やっぱり、聞き取れないというか聞きにくいところがあるから、まあ、やっぱちょっと離脱されちゃうよなっていうねことは思ったんで、まあでもせっかく撮ったから一応ねアップロードはするし、まあ見てもらえるのであれば見てもらいたいとは思ってるんだけど、まあやっぱりねちょっと困ったなっていう感じですね。まあねー実際この iPad でね、動画、結構な数撮ってるから、まあそういう意味ではね、もうしょうがないのかもしれないんだけど、まあなんとか治って、ずっとね、もうしばらく使えたらいいなと、思ってますという感じですかね。さて、そんな話をしつつ、まあちょっとね、今んとこ、とりあえず、周りをね、浄化しながら歩いてるわけですが、
まあ一応ね、新しい素材とかも手に入るところないかなと思いながら歩いてたとこもあるんだけど、今んとこね、なんか珍しいっていう感じのものは出てきてないのかな。おっと。ちょっと下の段もやって、そうだな、この白いとこは分かりにくいか。スタート地点側ちょっと見てみよっか。浄化しつつね。オッケーオッケー。ドラクエね、やっぱ BGM いいからね。まあやっぱちゃんとした状態で撮れるなら撮りたいっていうところもあるからな。あとね、本所七不思議ね、ちょっとまあ別のシリーズの話になってしまうけど、あれもね、ちょっとなんかちゃんとした状態で撮りたいなと思っていて、でビルダーズとか本所七不思議みたいな買い切りのアプリはあのいつでも撮れるっちゃ撮れるからね。ガチャ動画とかだとあの期間限定の無料ガチャとかもあるから、ちょっと引くタイミング選べなかったりするところはあるから、そっちはねもうしょうがないかと思って撮っちゃったりはしてるんだけど、こっちに関してはね、まあなんだったら一旦ね、もうちょっと動画の音声がね安定するまで様子見るっていうこともできなくはないからね。まあでも様子見てもね、結局解決策がね、解決策、具体的なものがね用意できなかったというか、再起動するとたまに治るのが分かったから今回も治っててくれるといいなぐらいのことしか言えないし、取り終わってみないと分かんないから、そうなるとねまたいつなるかも分かんないしなとかっていう風に思っちゃうんだよね。ちょっとあれですね、一旦じゃあ主人公のお腹も空いてきてるので、最初のねスタート地点のところまで浄化して歩いて、でお腹が空いてきたら戻って、今回はそこまでにしましょうかね。一応水水はたっぷり作ってきたので、しっかりね、大地を浄化していこうかなと。あ、微妙に木のつるが浄化できてない。高さがどの程度しっかり浄化できるのかよくわかんないね。白いところもね、浄化されてるのかされてないのかの判断もつきにくいし、その辺はちょっと何とも言えないところだな。ちょっと主人公のお腹が持たないか。空腹になってしまう。ちょっと最初にね、生まれ育った地まで浄化したいかなっていう。あれ、この上が灰色なのは高さの問題なのかな。ここでやってみるか。あー、やっぱそうだね。はい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 。とするとここも高さの問題で、あー、しまった、空腹になってる。ちょっと待ってくれ。もうちょっとしたら、帰ろうぜ。よし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 。あ、竜が切り株になるんだ。はーん。これ竜取っといた方がいいような気もするけど、どうなんだろう。なるほどね。じゃあ今回はこれで一旦拠点に帰って様子見ましょうか。徒歩でね。まあそうだね、別に、浄化したからといって、まあ見た目は良くなったけど、そこまでね、これもまだ壊せないから、素材がね何か新しくゲットできるようになったかと言われると、それはノーなんだよね。なんですが、まあ少しね周りは綺麗になったかなってことでね、今回はここまでにしようかなと思います。っていうか、竜王軍バトルのマーク出てるけど、お腹満たしてくれるかな？
バトルは次回にしたいんだけど、どうやら姫の復活を竜や他の悪しき者たちに気づかれてしまったようじゃ、姫はようやく芽生えたこの地の希望、何としても守り抜かねばならぬ。ところでジャンゴよ、戦いの前に腹は減っておらぬか。めちゃめちゃ減ってます。わしの霞を分け与えよう。そなたの唇をわしの方に突き出すのじゃ。ってことで、まあ満腹になりましたね。オッケー。どうじゃ、これで戦う気力は湧いたであろう。ちょっと、次回に回していただきたい。はい、ということで、まあ、今回はね、ここまでにしようと思います。で、次回ね、リオゴンバトルからまた改めてね、やっていこうと思うので、よろしくお願いします。ということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。